お元気ですか、ボクシミです。今回の夕食はね、結構なカロリーでございます。エビチリとフライドチキンです。中華と洋食のコンビでございます。今回はね、仕事でね、まあぐったりてね、またひだをね、また悲鳴を上げましたのでね、とりあえず家に帰ってきたらね、夕飯を作る気力がなくなってしまったので、今回はね、申し訳ございませんけどね、出来合いでございます。最近12月のね、半ば過ぎますとですね、これがめっちゃくちゃ忙しいんですよ。まあ経験してる方はね、わかるんですけどね、今までの2倍か3倍もっと以上のね、疲れがね、ぐっとくるんですよね。ですからね、あんまりね、休みの時以外はね、あんまり料理をね、する気力がね、だんだんとね、失ってくるんですよ。ですからね、今回は出来合いにしてみました。で、お酒はウイスキーのサイダー割りにしてみました。で、今のところはね、告知は今のところはございません。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。